ユーロブルン ER189 は、イタリアのレーシングチーム、ユーロブルンが1989年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。チームにとって2作目の車両であった。デザイナーは、ジョージ・ライトン。エンジンは、ジャッド CV を搭載した。1990年には、大きな変化もないまま ER189 バイトとして14レースに参加した。 ER189 は、レースカーとしては失敗作であった。2シーズンで22戦に参加したが、決勝に進出したのは2回、完走したのは1回のみであった。ユーロブルンのマネージャー、ウォルターブルンは、失敗に終わった、初年度に引き続いて、1989年は、自身が所有していたブラバムチームとの協力で新車を開発し、シーズンに臨もうとしていた。 しかしながらレギュレーションは各チームが自らの車を独自に開発することを要求していたため他チームとの協力によるシナジー効果を実現することはできなかった。したがってブルンは1988年末にチームの車の開発を外注した。前年とは異なり車はイギリスの専門家によって開発されることとなった。ブルンはこの目的のために ビスターでブルンテクニクスを設立した。チーフエンジニアはジョージ・ライトンが務め、新車の ER189 は1989年1月に製作が始められた。しかしながら、財政難のため新車の完成は1989年夏までずれ込んだ。チームは1989年シーズン前半を、 前年マシンの改良型 ER188 バイトで戦わざるを得なかった。ユーロブルン ER189 はジョージ・ライトンと元コロニのエンジニア、ロベルト・オリによって設計された。ER189 はシンプルな車であり、前年型の問題点を解決できないまま引き継いでいた。ボリューム感のあるスタイリングとは対照的にモノコックは非常にコンパクトであった。 1990年シーズンのドライバー、クラウディオ・ランジェスは、狭いコックピットの中で、ドライブするのも困難であった。リアカウルは、前年型とは異なって、ドライバーの頭部後方にエアスクープを持ち、後方に向けてなだらかに下がっていた。サイドポッドは、背が非常に低かった。サスペンションは、ダブルウィッシュボーンにプッシュロッタを装備していたが、 問題を抱えており1989年の夏には ER188 バイトのサスペンションと交換された。エンジンは前年型に引き続いてチャット CV を搭載したが、そのパフォーマンスはコスワース DFR に匹敵し 600HP を発揮した。ER189 は1989年ドイツグランプリでデビューし全7戦に参加した。 イエーガーマイスターがスポンサーとなり、カラーリングはオレンジ一色になった。ドライバーはグレガー・フォイテクが起用されたが、予備予選落ちした。フォイテクはその後も3戦連続で予備予選落ちし、ベルギーグランプリの後にチームを離脱した。イタリアグランプリから全エンドチームに所属していたオスカー・ラ・ラウリが、フォイテクの代わりとして復帰し、シーズン終了までドライブしたが、彼も、 また予備予選を通過することはできなかった。ER189 は2戦を走った後に不具合が発見された。ブルンは ER189 に回収を施した。回収の中には ER188 バイトのリアークする移植も含まれた。回収を行う間のベルギーグランプリにチームは ER188 バイトを投入した。1990年シーズン。 ER189 は、過渡的モデルとして序盤のみに使用される予定であった。ウォルター・ブルンは、アラブ首長国連邦からのスポンサー資金の助けを借りて、新車の ER190 を開発する意図を持っていた。エンジンは、オーストリアのネオテック製12気筒エンジンに資金を投入、開発して搭載する予定であったが、スポンサーからの資金は入らず、 このプロジェクトは1990年の春に失敗した。新車開発の目処が立たなくなり、チームは ER189 に改修を行い ER189 バイトとして使用することとなった。1989年から90年の冬にチームは2代目を製作した。ER189 バイトもジャッドエンジンを搭載した。春の間に車両は わずかな回収が施された。唯一の大きな回収はフロントサスペンションが1本のショックアブソーバーで動作するようになったことであった。この回収はフランスグランプリ前に行われた。これはティレル019を真似たものであった。しかしながらリアサスペンションのモノショック化はドライバビリティの改善に寄与しなかったためチームはすぐに従来の2本のショックアブソーバーに戻した。 フロントをモノショックにした ER189 バイトはクラウディオランジェスの最後のレースに投入されたが成功とは言えなかった。車両の命名法は不確実である。いくつかのソースでは1990年シーズンを通して使われた車両がユーロブルに ER189 バイトであるとするが別のソースでは序盤2000で使用された車両は ER189 であり、B がつかなかったとする。ライトンは1990年シーズンに向けて、ER189 を回収、ER189 バイトを作り上げた。チームは14戦で2台の ER189 バイトを使用した。チームは、ブラジル人ドライバーのロベルト・モレノと、イタリア人ドライバーのクラウディオ・ランジェスを起用した。 ランジェスはチームにスポンサーマネーを持ち込んだが、成績はモレノの方が上回り、その予算はモレノに集中した。カラーリングはメインスポンサーがなくなったため銀一式となった。ER189 バイトは、オランダ人エンジニアのキーズ・バンデルグリントの努力にも、かかわらず予算不足のため開発は十分に行われなかった。モレノは予備予選を5回通過したが、 決勝進出は2回のみであった。開幕戦のアメリカグランプリでモレノは予備予選を最速で通過、予選も16位で通過し決勝は13位でフィニッシュ、したが ER189 バイトが完走したのはこの1回のみであった。モレノは第3戦のサンマリノでも24位で予選を通過したが、決勝は1周目にエンジントラブルでリタイアとなった。その後も三戦連続で 予備予選を通過したが予選を通過することはできなかった。ランジェスは一度も予備予選を通過できなかった。チームはテストを十分に行うことができず、開発もほとんど進まなかった。ドライバーは車のハンドリングを災難だと語っている。ヨーロッパラウンドを終えたところでチームは予算がつき、シーズン終盤の2戦に参加することはできなかった。ありがとうございます。